はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイヌリスです。今日なんですけども、はい、エアジョーダン1シリーズのリーグ情報を3本ほどお伝えしたいなと思います。で、一つ目なんですけども、はい、一つ目がダークモカですね。はい、10月31日に噂されている。こちらの方は続報出てきておりますので。はい、それとですね、エアジョーダン1のこの間もお伝えはしてるんですけども、AJKO の今回はシカゴになるんですけども、はいね、こちらのリーグ情報出てきております。エアジョーダン1はミッドになるんですけども、ミウィートの方ですね、はい、こちらの方がですね、海外の方ではね、発売されてるんですけども、こちらの方をちょっとやっていきたいなと思います。今日は音楽情報あるんですか？ありますね。はい、ですね。はい、このチャンネルではスニーカーファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。登録お願いします。はい、早速なんですけど、はい、一つ目のリーク情報なんですけども、そうですね、はい、まあ、これはですね、まあ、新たな、ストック数のまあリークが出てきまして、はい、このダークモカーなんですけども、はい、10月の31日発売じゃないかという話が出てきてはいるんですけども、はいはい、以前からですね、はい、まあ、トラビス・スコットとエアジョーダン1のコラボの、まあ、形に似ている、まあ、カラーの似ているということで、ね、まあ、使われている素材の、ね、V というのが大体一緒なんですけど、はい、はい、まあ、今回のダークモカーと言われているのは、まあ、かかとの部分がブラックで、まあ、ブラックという仕様でですね、で、まあ、スウッシュはまあ反転してなくて、まあ、いわゆるエアジョーダン1のまあ形なんですけど、はい、こちらの方が、ね、10月31日に発売されるんじゃないかというリークが来てまして、あと同じくですね、10月31日っていうのは、これまたリークなんですけど、はい、エアジョーダン1 COJP のミッドナイトネイビーというモデルがあるんですけど、はい、そっちの方がね、10月31日に発売するんじゃないかっていう話を以前やりまして、まあ、ね、コメントの方にどちらが欲しいですかっていうのを聞いたんですけど、はい、まあ、そんなね、エアジョーダン1ダークモカなんですけど、まあ、こちらの方ね、やっぱりコメント欄でも、はい、欲しいという方いらっしゃいまして、そうですね、はい、まあ、すごい人気のあるモデルなんですけども、僕もね、すごく気にはなっていて欲しいなと思ってるんですけども、はい、こちらの方がですね、新たにストック数、はい、まあ、以前にもね、ストック数がその時点でもお伝えしてたんですけども、うん、新たな情報が出てきてる、ね、ということなんですよね。以前はですね、18万足じゃないかっていうリークやりまして、ものすごい数多いなっていう話してたんですけど、これ買えるんじゃないかっていう話だったんですよね。まあ、18万足って言ったんですけど、はい、割とね、数で言うとね、多いんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、はい、まあ、この18万足っていうのは、2つのリーク元がありまして、はい、あ、そうですね、た情報なので、まあ、18万足、その時点はそうなのかなという感じであったんですけども、そうですね、はい、まあ、18万足なら少しは可能性あるのかなというふうに思ってたんですけど、はい、本日付でですね、新たなリーク情報が出てきまして、はい、ソック数がですね、ちょっと見てまいりたいんですけど、8万足と。めっちゃ少ないじゃないですか。結構少ないですよね。10万足切ってるんだなっていうふうに思いまして。そうですね。まあ、でも、あくまでもこれリークなんで。そうですね。はい。以前言った古い方のリークでのストック数の方が本当かもしれないですし、はい、今回出てきたリークの方が本当かどうかでもちょっとまだ謎なんで、はい、わかんないんですけど、本日で出てきたのは8万足で出てきましたね。まあ、今後ね、他のリーク元というか、リークサイトとかでも、はい、まあ、8万足じゃないかっていう情報がね、出てくると、まあ、より信憑性を増すのかなという気がするんですけども、はい、8万足となると、結構しんどいかもしれないですね、買うのはね。そうですね、トラビス・スコットの AJ6 の方が、はい、6万1、8千ぐらいだったんですかね。そんなもんですよね。はい、それプラス1万2千ぐらいですか。の感じになっちゃうとなってくるとっていうことですよね。なかなか買えなさそうですね、と、はい、そうなんですね、いうところになりますよね。はい、こちらの方なんですけども、はい、まあ、まだ、10月31日までね、まだまだ時間あるので、そうですね。はい。まあ、情報の方、これから出てくるのかなという気がするんですけど、はい、まあ、日本でのね、発売っていうのがどういう形になるのかっていうのも合わせて、はい、情報が出てき次第、動画でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。続いての、はい、リーグ情報にはなるんですけども、はい、エアジョーダン1の AJKO、はい、シカゴなんですね。そうなんですよね。はい。これがですね、1986年に発売された、モデルになるんですけど、はい、ちょっとこの写真見てもらいたいんですけど、はい、これ1986年に発売された、まあ、KO のシカゴのカラーのモデルなんですけど、2014年に一度復刻しまして、出されたモデルがこのモデルなんですけど、今見てもらってるね、画像っていうのは2014年バージョンの、いわゆる KO の、まあ、シカゴのスタイルになるんですけど、こちらの方がですね、2021年にもう一度復刻するんじゃないかっていう話が来てまして、ね、来年の春頃っていうふうに確か出てたと思うんですけど、1986年に発売されたんですけど、はい、まあ、2021年からすると35周年記念という形になるんですかね。あ、そうですか。発売されてから。はい。はい、まあ、一応2014年にですね、復刻はしてるんですけど、
はい、まあ21年だとまあアニバーサリー的数字といいますか、はい、ということでなんか出るんじゃないかという書いてましたけど、先ほども言ったんですが、今見てもらっている画像っていうのは2014年バージョンなんで、はいはい、2021年バージョンの、実物があったっていうわけじゃないんですけど、あとですね、以前動画でですね、KO に関してストームブルーっていうカラーで発売するんじゃないかっていう話をしまして、はい、このようなね、モック画像を紹介したんですけど、こちらはね、来年の9月頃発売なんで、ああ、だいぶ先ですね。はい、ストームブルーの前にもしかしたらシカゴのカラーが発売するかもしれないですね。なるほど、なるほど。はい、僕としてはですね、KO じゃなくて、エアジョーダン1ハイ OG のシカゴをですね、復刻してほしいですけどね。そうですけど。来年あたりね。はい、まだこれもまだ分かれば、そうですね。こちらも紹介したいと思うんですけど。はい。はい、あの続いて、はい、こちらはもうすでに海外では発売されているモデルになるんですけども、はい、エアジョーダン1ミッドのウィートですね、はいはい、1本目の動画でフィアレスがですね、スニーカーズのスタッフの方で10月8日発売予定のエアホースのウィートの方を、まあ、買ったという話なんですけど、はい、まあ、そのウィートのね、エアジョーダンミッドバージョンといいますか、はいはい、ウィートというのは大体秋口に発売される、まあ、カラーといいますかね、まあ、そういったシリーズになるんですけど、ね、はい、こちらの方がね、ミッドとして出てきているんですけど、もう発売してるみたいなんで、はい、フィニッシュラインでもうすでに発売されるって書いてたんですけど、はい、ウィメンズサイズの展開ですかね。そうですね。もうなくなってるんですよね。はい、ページの方見たんですけど、はい、どうも売り切れてるみたいなんで、はいはい、まあ、日本での発売っていうのはね、今後ちょっとどうなるか分かんないんですけど、まあ、ちょっとね、ウィートって、まあ、今週ね、気になる一足ということで、取り上げさせていただいたんですけども、はい、まあ、日本でもね、はい、来ていただけたら嬉しいなと思うんですけど、ただちょっとね、こちら、ミッドで、しかも、はい、ウィメンズなんですよね。そうですよ、はい、はい。で、なので、まあ、日本に来た場合、ちょっと僕、はい、足のサイズ的にちょっと無理なのかなっていう。はい、また、このあたり、はい、日本での発売情報とか、情報キャッチできましたら、また、動画の方でお伝えしていきたいなと思います。気になる方は、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、今日は音楽情報あるんですか？ありますね。はい。ちょっと見てもらいたいんですけど、この金曜日に気になる新譜が11枚ほどあるって言いまして、まあ、コモラがね、この間ヒップホップのアルバムを2枚紹介したんですけど、今日はですね、ロイド・シン・マーヒーっていう、はい、まあ、イギリスの、エレクトロポップの、ミュージシャンで、アイルランド出身で、はい、以前はね、モロッコっていうエレクトニックの、まあ、ユニットをやってまして、はい、まあ、そのね、ボーカルをやってたロイド・シン・マーヒーっていうのが、まあ、ソロになりまして、はい、まあ、エレクトロポップと、ユニジャンルの方でですね、ずっと活動してるんですけど、はい、まあ、そんな彼女の新しいアルバムで、ロイド・シン・マシーンっていう、アルバムがあるんですけど、はい、これがね、すごく良くて、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、まあ、どういったアルバムかと言いますと、はい、元々カードっていうのはエレクトロポップの、まあ、いわゆるそのジャンルのサウンドをやってたんですけど、このアルバムからですね、よりですね、まあ、ディスコと言いますか、ディスコの方に大きく傾倒しまして、はい、ハウスであったりとかソウルであったりとかファンクが含まれているそういったね、まあ、オーセンティックな感じというんですかね、アナログレコードのような質感の音といいますか、はい、まあ、そういったディスコのサウンドに大きくね、シフトしてるんですよ。はい、で、このアルバムなんですけど、はい、海外の批評サイトを見てますと、大体満点がついてます。そうなんですか。そうなんですか。で、僕もちょっと聞いたんですけど、はい、まあ、サイケデリックなギターのリフであったりとか、はい、ギターのチョップであったりとか、まあ、ベースラインであったりとか、で、音はね、いわゆるまあ、昔のディスコのサウンドにそれを乗せてるんですけど、レトロな感じにしてるんじゃなくて、ちゃんとモダンに仕上げてまして、一年中聴いてもらえるようなダンスアルバムがあったんで、ちょっとこれお勧めしたいなと思いました。あとですね、ロイド・シン・マーヒーなんですけど、過去のアルバムがですね、今ね、東京の、映画館の方で上映されている、パリのコレットっていうので閉店したじゃないですか。はいはい、それのね、ドキュメンタリーやってると思うんですけど、うん、そのね、パリのコレットで、ロイド・シン・マーヒーの過去のアルバムっていうのは売られてたんですよ。ああ、そうなんですか。というのもですね、ちょっと見てもらいたいんだけど、2005年にコレットが、いわゆるミュージアンの曲を集めた、はい、バリアスアーティストって言われる、まあ、VA アルバムみたいに出したんですけど、はい、その中に、このロイド・シン・マーヒーの曲っていうのは含まれてるんですよ。はい、はい。なんで、まあ、それ以降ね、コレットでの、コレットっていうのは CD とかも販売してたんですけど、はい、まあ、彼女の作品取り扱ってたんで、はい、もしね、コレットっていうお店が今もまだあるとすればですね、新作もですね、はい、おそらく取り扱ってたと思うんですけど、なるほど、はい、まあ、こちらはちょっとすごく良かったんで、ちょっとお勧めしたいんで、概要欄の方にですね、またストリーミングであったりとか、はい、YouTube の URL 貼っときますので、はいはい、もし気になる方聞いてもらいたいですね、はいはい、ぜひ聞いてもらいたいです。はい、以上です。はい、まあ、ダークモカの方なんですけども、はい、まあ、10月の31日ということで、もうね、今月の月末なので、はい、情報の方がね、また出てき次第、そうですね、動画の方でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノルスでした。さよなら。
I'm sorry but it's evident Uniform 24-7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing